はい、皆さんこんにちは。りなです。坂です。ティブログです。今日はこちら。ダダーン。私の子供の写真がたくさん入ってる写真のアルバムです。たかに見せたことない。見たことない。レナの黒歴史が詰まっているアルバムです。どういうこと黒歴史。昔と今で顔違うかもしれないよ。同じ顔です。変わってない。何も変わってませんよ。大きさだけは変わったよ。赤ちゃん。本当に俺見たことない。レナの小学校、中学校、高校の時の写真。全部入ってる。すごい。皆さん本邦初公開ですよ。ゴールデンウィークにドイツに帰った時に、ドイツから日本に持ってきちゃいましたアルバムです。それでは一緒に見ましょう。見ますか？見ましょう。多分生まれた時からスタートすると思いますよ。あー私は可愛かったな。すっごい可愛いね。ね。皆さんどう思いますか？これがドイツ人の赤ちゃんですよ。めちゃめちゃハッピーな赤ちゃんだったね。パカーって湧いてね。髪の毛もないし眉毛もないし。本当何もない。そうか、生まれてきた時から金髪ってことだもんね。要は。そうだよ。ずっと金髪だよ。ね。で次はこの可愛く可愛く寝てる写真。これ何ヶ月なんだろうね。いやもう生まれたばかりだ。生まれたばかり。超可愛い。私やっぱり超可愛かったよ。あんまり自分で言わないんですけどね。いやビビるほど可愛かったよ。これは私のおばあちゃんとひいおばあちゃん。お兄ちゃんいるじゃん。あ、お兄ちゃんもいるよ。お兄ちゃんも可愛いでしょ。あら今と変わんないわ顔もう。もうこの時から出来上がってるね。そう。あ、皆さんが見たことないから。あら、まだ動画に登場してないもんね。次回ドイツに行くことがあればお兄ちゃんにも出てもらってもいいかもね。そうだね、一回インタビューしてとか、うん、めちゃくちゃ大きいこうだ。もう本当にザ・ドイツ人っていうイメージ。こうムキムキで身長も190センチぐらいあって俺より多分一回りでかい。あー超可愛い顔してる。てかお父さんイケメンだよね。そうだよ。なんか俳優みたいじゃない。そんなイケメンじゃないよ。え、いるよねこういう俳優。なんかさ、映画のさ、サイエンスフィクションとかの科学者のさ、ちょっと悪だき見してる科学者の。そうなの。でもレナもなんかこれとかもうやばいじゃん。でしょ、これ多分一番好きな写真。でもお猿さんみたいだけどね。ちょっとどこがちょっとお猿さんみたいな。半年ぐらいもう生まれてからずっとハモックだよ。こう、うるさーいってやってるのかな。あ、そうかもね。みんながかわいいかわいいって言うからもううるさーいってやってるんじゃない。これこの時もまだ髪の毛と眉毛はないんだね。あるかもしれないけど金髪だから分かんないかもしれない、ね、そうだね。めちゃめちゃハゲハゲ坊主だよ、ね、ハゲハゲどんぐり坊主だよ。でも超かわいいから大丈夫だよ。次1歳ぐらいがいいかもね。半年ぐらいだもんね。ここえお母さんこれ。そうだよ。え私にそっくりでしょ。一緒だね。え、これお母さん何歳の時？だから私よりちょっと若い、26とか。レナと一緒じゃん。27かな。この髪型にしたらレナじゃん、これもう。そうだよ。この髪型も似合うってことじゃない？ってことは。似合わないでしょ、これダメでしょ。めっちゃめちゃ。え、ダメか。やだ。え、可愛らしくない？あ、で、アランと同じ髪型だよ。うん。そうだね、ここお兄ちゃんとママとレナがまだイガグリ坊主の状態だけど。これすごい懐かしい。これ私のおじいちゃんのアパートだった、うん、この時がちょうど1年ぐらいかな。そうだね、1歳手前ぐらいだね、うん、あ、この写真もめちゃめちゃ好きだよ。ストーリーがあるよ。これ男の子みたいじゃない？おい。これレナ？アラン？私だよ。あ、レナ髪の毛がないからかな。でも見て、めちゃめちゃ可愛い子。なんかさ、髪の毛短くない？あれがあるよ。少なくない？まあね。1歳とかでしょ？イエス。あれ？髪の毛こんな少ない？1歳で。ああ。普通もうちょっと1歳だとさ、こう、ファサーっとなってこない？女の子だったら特に。え、こんなイガグリ坊主？そんなイガグリ坊主だよ。で私は鼻に水あげようと思った、うん、ここに水入れたら私持ち上げられなかったから座ってウィーって重たいでしょこれ。だって2リッター3リッターぐらい入るじゃん。多分ちょっとだけ入れたと思うけど重たすぎて諦めた。、うん、諦めてやってられねえよって顔。そうだよ。やってられないよという顔だよ。おお、ここは3歳ぐらい。
いや2歳か1歳2歳ぐらいかな。1歳から2歳で急激に髪の毛生えたね。あーそうだね。うん、でももう真っ白だよ髪の毛。うん、確かに今の今より全然もっと明るい金髪だね。なんかノルウェー、スウェーデン、フィンランドのあのあ、そうそうそう、輝かしい金髪なんだね昔のちっちゃい時は。うん、犬みたい。これが今ちょうど3歳。2歳かな。2歳だね。もう目が青いもんねこの時から。当たり前だけどめちゃめちゃ子供の時もずっとブルーだ よ。あとあれだよ、ピアスがもうあったよ。あ、ほんとだ。え、2歳でピアス開けるの。ドイツはめちゃめちゃ若い時からもうピアスを入れるよ。なんでここに。え、カルチャーショックなんだけど。すっごい。だって子供なんてピアス開けたいか分かんないけど、親が開けちゃうんだパチッと。開けたくない人はいないよ。ああ、男の子は開けない。開けない。女の子だとちっちゃい時からもう開けるんだ。開けてました。うん、でつけるの、なんかこういうの。ああそう、アクセサリーを。同じやつ、ずっと同じやつつけてたよ。へえ、それが普通なんだもうドイツの、うん、レナが特別っていうよりは。昔は普通だったよ、今はどうか分かんないけど。そうなんだ。そう、日本だと中学生、早い子で中学生ぐらいだけど、中学校だと大体ダメって言われるから、開けてくると怒られて。誰に。先生に。で一回開けるとさ、こうしこりができるから分かるじゃん。なんか先生に耳とか触られて、しこりができてると何開けてんだよって怒られるっていう。公立の中学校だったから。ちょっと私立の中学校は分かんないけど、だいぶ違うよ。自分の体は自由に、あの学校に何も言われられないよ。そこが日本とドイツの違いですかね。やば。うん、これまあドイツは冬がちゃんと雪が降ってくるから、うん、あの肉だるまを作って数えて。肉だるま？肉だるま？雪だるまでしょ。何肉だるまって。肉だるまって。そんなデブだからってこと？雪だるまがあのポコポコで。肉だるまって初めて聞いたんだけど。スノーマンでしょ？英語でもさ、雪だるまじゃん。ニートマンじゃないでしょ。肉だるまって皆さん聞きました今。やばいかもしれない。雪だるまね、冬、真冬だね。うん、だスキーウェアみたいなの着てるもんね。あ、そうそうそう、寒いもんね、マイナス10度とか行くもんね、ミュンヘンだとね。そうそうそう、でこれ家の周りにこう雪を全部拾って、うん、雪だるまを作って、ね、ポコポコが3つあるよ。そう、ドイツと日本の違いなんだよね。雪だるまのポコポコの数。そう、いつも3つ。ドイツは3つらしいですよ。はい。ああ、これはドイツの誕生日パーティーはこんな感じだよ。え？こう友達を家に呼んで、兜はめてるじゃん上に。新聞紙で作った兜。日本でいうと兜、あの侍の兜。あ、これ侍じゃないよ。これはサンタクロースの帽子みたいな感じ。イメージ。イメージはわかんない。ロビンフッドみたいな。ああ、なるほどね。まあホームパーティーってイメージだもんね、海外の誕生日って。そう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 、庭でホームパーティーしてって感じだもんね。そうそうそう。でもあんまり面影ないかもね。なんかこれがさ、この写真がパッと出てさ、誰ですかって言われた時にさ、レナって俺分かんないかもしれない。だからこれの中でさ、分かるでしょう。これのこれ。あー、分からんわ。分かんない。そうなんや。あー、だから分かんないわ。みんな一緒に見えるもん。やばいやつだな、信じられない。これが私は6歳学校に入った日です。あー、小学校。 Yes。 何これ、なんかミサイル持ってるけど。これ何。このミサイルは小学校に入る子がみんな持ってるよ。あ、これで行くの入学式に。そう。何が詰まってんのこれ。夢と希望。夢と希望とおもちゃとお菓子。あ、そうなんだ。うん、え、おもちゃとお菓子を詰め込んで入学式に行くの。そう。なんで両親が入れてくれる。頑張りなさいよってこと。あ、そんな感じで。で、あの自分で作るやつ。そうなんだ。で、これみんな持ち合わせてみんなで交換するの、おもちゃとか。いや、交換しない。ただ持ってくだけ。うん、で、また持って帰ってくるの家に。よくわかんない。よくわかんない文化だけど。うん。お、これかわいいじゃん。8歳。ああ、
小学校3年生ぐらいの時だね。すごい私に似てるよ。こっからもう面影出てくるね。そうだね、レナっぽいもんね。こう見て、そうそう、こっちの方が可愛い8歳の頃の方がより可愛らしいけど、もうええでもこうなってくるとレナって分かるわ、さすがに。多分皆さんも多分、ああレナみたいだねみたいな。いや普通の人はあのこうもっと小さい時も分かる。分かんない分かんない分かる分かる、タカが分からない。イガグリ坊主の時はまだ分かんない。いや分かる分かる、絶対に分かるよ。これスキーの写真なんだけど、昔10歳とか8歳の時に、うん、私はスキーをちゃんと習ってたよ、3年間ぐらい。あ、スクールで。スクールで、これスクールだから今も滑れるんじゃん、日本で。そう、でも間に十何年ぐらいは滑ってなかったから、うん、全部忘れたかと思ったら意外といける。今行っても一緒に滑れるもんね。そうそう、普通に。なんか可愛いでしょこのでもなんか昔の板って感じするよねこれすごいよね。これすごくドイツっぽくない？このわかんない花のバックグラウンドに私がこのめっちゃドイツっぽいのドレスを着て、うん、お兄ちゃんもイケメンだねこう見ると。男らしいもんね。うん、めちゃめちゃいつも細かったよ、だいぶみんな。でお母さんはレナでしょ、もうこれもうレナじゃん。うん、何歳だろうね、でも35ぐらいかな。私はこんな髪の毛にすべきなの、こう。だからこれもバブルを感じるね、ちょっとふわっとだあと30年したらレナのお母さんみたいになるってことでしょ。レナはそうだよ、大丈夫でしょ。大変だね私はこれを準備してきましたよ、タカがバカなことを言うとレナのお父さんが大変そうだから何を言ってるの、幸せだよ。うわ、これ何ダンスパーティーファッシン。これちょうど10歳とかじゃない2000。あ、そうそう、ね、ちょうど10歳の時に、これは私の一番仲いい友達だった時に、うん、あの2月にカーニバルみたいな感じ、うん、カーニバルはいつも2月にやってて、うん、でこれカーニバルパーティーに2人で行った。いや、なんかわかんない、じゃメイクもしてるじゃん、顔ガールズみたいな。一丁前にメイクしてるよそうそうそうやばいよね10歳レナ社長でしたやばいよこれ、 今は恥ずかしいよお、私は踊ってたよ。私は小さい時にはこうダンススクールに通ってたよ。うん、なんかスタイルいいもんね。あ、そう。うん、何を言いたいのめちゃくちゃこうスラッとしてない、この10歳11歳12歳、それぐらいかな。2005年、うん、12歳、ね、12、3歳。まあやっぱ年取ってくるとね、肉がつきやすくなるよね肉ついてませんよ、私は同じぐらい細いよ俺もだってちっちゃい時ガリガリだったもん。ああ、そう。いや、めっちゃ小さい時にはデブデブだったでしょ。ああ、生まれた瞬間はコロンコロンのおデブちゃんで、でも小学校中学校ぐらいは本当にガリガリだった。大学生入ってからぐらいこうどん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 こう、今はどん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 大きく育ててるよ逆にこれのタカバージョンはいつやるの？まあ、皆さん需要があればみんな見たくないでしょ俺のちっちゃい時とか。コメント欄で教えてくださいタカも見たいよっていう人は教えてくださいお、バカンス行ってるじゃん、南の島のバカンスじゃない？ん？レナのママとレナドミニカンレパブリックに行った。あ、ドミニカ共和国かな。あ、そっか、レナのお母さんが南米出身だもんね。あ、関係ないと思うけど。あ、関係ないこれレナのお母さんはドイツ人とドイツ人の子供、はい、だから 100% ドイツ人なんだけど生まれはベネズエラ。ベネズエラ、南米の国で生まれて。多分今から来るよこれ。12、3歳までベネズエラにいたんだよね。いや、18歳まで。あ、18歳までだっけ。だからスペイン語がね、もうペラペラなんだよね。そうそうそう、ドイツ語もペラペラだし。こっちに来るよ、ベネズエラに行った時に。本当だ。1回だけ家族旅行で4週間ベネズエラ行ったんだ。でそこに、まあ、友達とかもまだ住んでたから、うん、その人の家とかに行って一緒にいろいろやってて。あ、これ全部ベネズエラの写真。うわ、もうこれ本当にめっちゃ可愛くないこのワンちゃんたち。これレナじゃんそう、今の髪型にも近い長さだし。あ、はいはい、そうだね。うん、もうこれ完全にレナだね。ちょっとでもこの時あれじゃない、まるっとしてない顔。何を言ってるの、さっきのダンスと比べたら同じまるっとしてる顔だよ。いつもこのまるっとした顔、もう永遠にまるまる。何これ、あのドレッドヘアにしてるじゃん。あ、そう。
してもらった。すごっ。これ南米？ああ、これ全部ベネズエラに行った時。いいな、楽しかったな。12歳、3歳の時の。いいね、でも家族でベネズエラ4週間行くって、うん、ママの故郷を訪れに。うん、そうそう。これもこれ砂漠だよ。うん、砂漠がありますよ、ベネズエラにも。そうなんだ。そうで、これもベネズエラだよ。全然そう見えないけど、すっごい笑顔だよ今の顔と一緒だよ、この笑顔一緒だね。もういろんな話をしたんですけど、うわ、タカちゃん何、また今後。まだ半分も行ってないよ半分も行ってない。まだ0歳から12歳ぐらいまでしか行ってないから、こっからだよね。中学校入って高校入って、大学でどんなパーティーピーポーだったかどうか。そうだね、そういうことは次に来るから。まだ見せてくれないってことですか。それはまた次のエピソードでこっからが面白いのに。まあ、この動画が人気があれば次の写真も見せます。そうしましょうか。もしご要望もあれば私のそう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 、小中高の卒業アルバムもお見せしますのでそうだね。皆さんここまで見てくださってありがとうございます。なんかいいねボタンの数とコメントの数で決めますか。そうだね、続編を作るかどうか、はい、そうだね。ではこの動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。